サージェントによる肖像画アリス・バンダービルト・モリスはアメリカ合衆国の巧妙なバンダービルト家の一族。出生名はアリス・バンダービルト・シェパード。国際補助語協会の共同創立者。アリス・バンダービルト・シェパードは父エリオット・フィッチ・シェパードと母マーガレット・ルイザ・バンダービルトの娘。ウィリアム・ヘンリー・バンダービルトは母方の祖父にあたる。1895年。 アリスはデイビッド・ヘネン・モリスと結婚し、デイビッドは後にチューベルディーア・メリカ大使となった。気立ての良さと肖像画に描かれている通りの美貌により、家族からは天使を意味するアンジェラと呼ばれていた。しかしながら、実際は父親に献金されていた木登りをして落下し、胸椎を骨折するなどしていた。この時、厳格な父親は、不服従の罰として医者を呼ばなかった。 適切な処置を受けないまま彼女はハドソン川岸の邸宅で育った。この邸宅は現在スリーピーホローカントリークラブのクラブハウスとして使用されている。デーブ・ヘネン・モリスはフランス行きの蒸気船の煙突のあたりでアリスを見染め、すぐにこの人こそ結婚相手だと思い、彼女を何度も届いた。より親しくなれるよう迫った際、彼女の脊椎側、 腕章に気づいたが、彼の熱意は少しも揺るがなかった。休婚の際、彼は厳格な父親から長所が全くないと言われ、さらにここから出て行き二度と家族と接触しないように言われた。彼は失意の中、彼女と別れることに同意したが、彼女に駆け落ちを求めた。その夜、幸せな未来のために彼女は窓から逃げた。彼女の姉は後にトランクに、 彼女の衣類を詰め、鉄道小荷物車を通じて送った。父は彼女に協力した娘に激怒し、彼女とは一年ほど口を利かなかった。アリスとデーブの夫婦は、デーブ・ジュニア、ルイス、ローレンス、ノエル、エミリー、アリスの6人の子を設けた。彼女は、ハーバード大学のラドクリフ大学に進学。ファイベータ、カッパの名誉会員となった。 シラキュース大学から国際補助後の分野での功績を称え文芸学の名誉博士号が与えられた。また彼女はキリスト教女子青年会の世界審議会の副会長でもあった。若い頃から体が弱く、一日の大半をソファで過ごすことが多かった。彼女の体質にかかわらず、広範囲の言語学研究に着手。入院中。 人工言語のエスペラントの冊子を見つけた。世界中のどの国の人でも簡単にコミュニケーションが取れる中立な国際補助語の考えに興味を持つようになった。後年科学者として除名になるフレデリック・ガードナー・コットレルは補助言語の問題に取り組むよう説得。1924年、彼女と夫は国際補助語協会を創立。彼女はエスペラントを勉強し、 やらの中立性はしばしば彼女を悩ませた。にもかかわらず中立性を保ったまま成功を収めた。1945年、メアリー・シー・ブレート教著でゼネラルレポートオ部やらを表した。彼女は残りの半生をこの教会に積極的に関わり、名誉幹事となった。1950年、彼女はニューヨーク州で亡くなった。75歳であった。 約6ヶ月後、インターリングアをライフワークとしていた彼女に捧ぐ、インターリングイー・イングリッシュ・ディクショナリーが出版された。1999年、ミシガン州立大学のジュリア・エス・フォークは、ウィメン・ランゲージリングウィスティックス・スリー・アメリカン・ストーリーズ・フロム・ザ・ファースト・ハーフ・オブ・ザ・ツエンティース・センチュリーを出版した。ここに描かれている女性は、グラディス・アマンダ・リチャード、 イーアデレード・ハーンとアリス・バンダービルト・モリスである。ありがとうございます。